インターネットをご覧の皆様、今日は外からこんにちは、おっさんですが、ヤングです。ということで、今日もネチケットに気をつけて頑張ります。めちゃネチャケットお前、プランあんの <laughs> なんかあるんすか考えとか。ないですね。ただ、ネチャケットって言いたいだけやろ。全然、なんかよくわかんないし、なんか。 実はあのー、昨日よりちょっといろんな関係者からメールやら LINE、うん、やらでざわ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 しとったんですけども、うん、ソフィアさん、うん、ソフィアさんで、まあ、わかるのかな 一般的には西人と言われているメーカーっていうふうに認識されておりますが西人っていう会社さんはソフィアの製造したパチンコ遊戯機を販売する会社なんですかで,すそうで,すでソフィアさんは機械を作ってるところ。協楽、まあ、と協楽販売みたいなのんんねそうそう作ってる会社と売るのが専門の会社ってあって、はいまあ、総称してみんな西人って思ってるんですけど、ね、その台を作るソフィアさんに何やらちょっと不穏な動きがあるみたいな話が、うん、昨日から わざわざわざしておりまして<う>、えー、現状ね、うん、まあ全く、あのー、オフィシャルの発表ではないんですけどはい、はい、ほぼ確定的な話しててもらって、ね、いろんなところから情報入ってきてるんで,で、ね、西陣さんはもう遊劇販売事業というか、うん、もうその会社自体を事業もやめますと、うん、で製造開発のソフィアさん残るが。 信頼、えー、に関して、うん、オリジナル案件やらはもうやらないと、うん、で部品の供給とかその他の設備関係あるけどもうん、うん、ちょっとこう実質的にメーカー事業からかなりの後退をするんじゃないかとまああのー、一応ですね、うん、ブランドは多分残るんですよ。はいはいはい 残って、うんえー、これも信用フィールズさんが全部るっていう話にもなっておられまして、ねはいうん、だから大幅にスモールダウンして、はい、まあ台を作るだけに特化して、はい、もう販売は任せるみたいな残り方なのか<う>、まあ、まあ実質だから救済してくれるそのまあ会社がなければ倒れてるような状況にどういうその生産の仕方になるのか分からないです,ですからないことがいっぱいあってどうしても。 うん、西さん、うんよくななないことにそそうそんな感じです、はい、だからもしかしたらソフィア今作りかけの台とかもあるから、うん、それはもう売って、まあ、新規はもうやめてみたいなことなのかもわからないし、えーまあ、なその辺はわからないんですけどもまあメーカーがだからまあ、えー、と数年前にマルホンさんと奥村さんがほぼ同時に行かれましてマルホンさんは民事再生みたいになって、はい、まあなんとか息を吹き返したって感じなんですけど、まあ、それと比べてもねちょっと西陣でネームがね、うん 名前でかさってば。え、キリュ三代メーカー平和 三西っって言われね群馬の桐生なんですよ他のメーカーのほとんどは名古屋初のメーカーが多いんで名古屋と桐生は二大聖地みたいに言われてたんですけどでねやっぱ西人って言ったら我々がパチンコにのめり込むにあたってものすごく大きな役割っつったらあれですけど結局西人の代がやっぱ90年代初頭ですか80年代終わりぐらいから。 めちゃくちゃ面白い題をたくさん出してて、薬物時代、羽物全盛期、うん、黄金時代を築いた西院の功績ってって。羽いです。だから。い,い,からね、いや、本当、だから、うん、もし西陣がなかったらみたいな、その家庭の話ですけど、ね、もう俺。 ここでこうしてない可能性すらすバリバリありますあるんですよそれぐらい初めてねメーカーを好きな日すああ分かる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 。俺も全くそうですでしかもそのメーカーごとのゲージの違い日時のゲージが好きっていう時もあったあーなるほどねそれ,がそれをパチンコの打ち始める時にそこにはめられちゃってでやっぱりその薬物の工夫とかしかもまあねあの。 きつい一発だみたいな、蹴りもんじゃなくて、遊べるタイプの歌。そうです、そうです。だから、たくさん出したい。そうです、そうです。だから、まあ、お互いね、二人とも、それぞれに思い入れのある台、いろいろあると思うんですけど。例えばね、だから、やっぱ、パチンコが、まあ、パチンコらしい時代だったって言ったら、あれですけど。今はタイアップで、ちゃんとやるじゃないですか。で、大事で、もちろん面白いんですよ。面白いんですけど、例えば、どう見ても、あの。 盤面に、メーテルにしか見えん女の人とデゴイチみたいな機関車、まあ、デゴイチって題でしたけど <laughs>、はい、がおるとか、はい、例えばどう見ても王と長島が両方のバッターボックスに立ってるみたいなベースボールっていう羽ね物とか、うん、ねあとどう見てもこれマリオとルイージやろっていう <laughs>、うん。 二人が大活躍するスーパーブラザーズっていう台があったりとか軽くあの多分あれ西陣内でも黒レシキし化してあんまり表に出したくない空気になってるからあ,あれめっちゃくちゃ面白かったですよ,ですよスーパーブラザーズ、ね、多分焼くに初めて磁石を使用した台だと思うんですけどまあとにかくそれだけじゃないですよもうマ毎挙にいともがない例えばあのどう見てもキョンシーそっくりの台が超名機ですたよ魔界組魔界組超おもろかったそうだからね80年代終わりからのそのまあ3 エクスリクション権利者から、羽もの時代にかけて。おそらく、そのユーザー支持が最も高かったメーカーに支持なんですよ。もうここ間,、ね、間違いない。間違いない。 で僕らももうその一人であ。ってねそれでがきっかけでパチンコのめり込んだのは。間違いのないとこなんでね。大崎さん、んどれが好きやった。ええ、桃太郎。桃太郎ですよ。魔界組。はいはいはい。お上手ランド。あ、はは。俺がどこから。あの西陣さんの。言い方です。凋楽みたいな。やっぱなんか羽物みたいなのが流行らなくなって。多分技術的な規制みたいなこともあったと思うんだけど。羽物自由に出せない時代になった。と 時にはもうだん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 ずるずる下がってたんですがただ、液晶期だってねあのまあ普通、初の液晶期は平和のマージャン物語っていうのはこれが定説になってるんですけど実はほぼ同時に魔王っていうねあの朝の王って書くうんいやマリファナ関係ないですよマージャンですからあ,のあれはマージャンはまあ大の麻の魔じゃないです,よ麻雀の麻ですから。 マオっていうキングオブマリファナじゃないですからね。<laughs> そういう違う違うかなと思って。うじゃなうゃなだから倒さするのかと思った。違う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 。違 <laughs> うじうじだからとかやめなさい <laughs> なんかとか液晶に入るも早かったし、<laughs> うん、あと歴史で言ったら絶対にこれはまあ外せないその歴史に名を刻んでる台としては、うん、C.R. 花満ンっていう台がう、ね、まあ結局 C.R. 機 っていうものの、まあ先陣を切って、普及にも大いに貢献した代だったんですけど。ねうん、大崎さんは違法連チャンちゃんだ、違法連チャンちゃんだってずーっと言うことんたん、ね、こ<ほ>なだよな。完全、うん、そうそう、だから、<laughs> あの本来従来乗せて、その、えっと、確変っていうものを、うん、まあ初めて取ったのは。C. R. で、うん、まあ、それが花マンだったんですけど、なぜか保留連チャン機能がついてたっていうのも。ありつつですけど、だから、でも C. R. 花マンかいっつったら、もう今のブブブよりすごいんですよ。 そうですね、ブブブ,ブーがスマソロだっつって6号機じゃなかった異次元の出玉とか言ってますけどあんなやっぱ4号機でみんな経験はしてるんですよ、ね、ただ CR ってなってあんだけ出だしって、うん、あ,れあれ以前にはあんなに出る台なかったですからねそう,ね、うん、そうだからね西山やっぱ役者前世紀時代に役者の、うん、まあパチンコの,その原点のゲーム性っていうことで、うんうん、まあ時代を練をしうんうん、うん でそっからこう CR の時代に突入して、うん、その「花まんっていうね、うん、斬新なゲーム性と演出で天下を取り、うん、なのにでしたよねだからまあやってんのは「花まん」の焼き直しとか昔のやつとか<ー>まあそれの路線で「春夏秋冬」とかいろいろあったりもしたんですけど。うん まあ結局、今かこうやって2023年の今から振り返ってみたら、うん、やっぱその液晶、どんどん液晶になっていく時代なんですよ。うん、マージャン物語が出たのが92年だから、はい、まあちょうど30年前ですけどす、ね、まあ2000年超えるあたりからも2000年の手前ぐらいからもどんどん液晶中心になってきて、うん、そのにまあちょっとあまりヒットを放てずみたいな感じでどん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 ずる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 交代していったみたいな。 ギミックを,いや役物を作ることにすごい自信とかプライドがあったのかなと思ってだからその逆に言うとあ安易にタイアップ、うん。 にに頼ってみたいな方に行かず、オリジナルの台を作ろうとか頑張りすぎちゃって後手に回ったのかなとかあ<ー>、まあ、後付けでいろいろね側からね後から言えばね逆にその過去の成功体験にしがみついて、うん、新しい方向に舵切るのが遅れたりうま、ん、いこといかなかったりみたいなことがあったのかもしれんけど、うんうん、まあここ20年はねトップメーカーとは言えない感じではもちろんあったので。 たないっていう人珍しくないでしょに詩人の大崎さんでもももキュンソきあったもんね父ねじれるではない父のよねねじれさえたですかやっぱ会社倒れてたのか何を言うとんのあれはないだろうみたいななんかそういうねじれたから倒産なのそういうちょっと描写はなんとかみたいないでそういうことじゃないと僕は思ってますただねまあー しょうがないっちゃしょうがないんでしょうけどただねあの西陣さんって多分パテントいっぱい持ってるんですよ。さっっき言ったそそれこそね CR っていうそのワードすらも、まあ、今 P になってますけど、うん、CR は西陣の特許だったとか、うん、いろいろあって、うん、まあそれで結構たくさん持ってるよみたいなことを聞いてたんですけど、うん、それでもまあこれ以上続けてそれこそ販売だからやっぱどのメーカーさんも今やっぱその営業のとこがねってなってるんでまあ一種のそのまあ整理というか不採算部門を整理して。うんうんうん 全部が倒れれなななないいいみたいなことのかもし,れないしね、うんまあ、結局ね AI にとって変わられるじゃないですけど、うん、パチンコのメーカーさんだと今やっぱ営業マンそんないらないなって、うん、これまたまあネットの,あのおかげというか性というかにまあ間違いないんですけどなかなかその辺がやっぱあの整理していくって流れはずっと続いてるんでね。うんはいはい まあとにももかく寂しいなあ<う>でもやっぱ、うん、まあうん、一つの時代ね結局だから最近もねこう有名人の訃報みたいなのをね通じますよねと去年末から、うん、やっぱ自分が若かりし頃、うん、影響を受けた人とかねよく知ってる人が亡くなったりするじゃないですか。 つず時代が終わり、それはすなわち自分が一つずつ年を取りそれがパチンコはね不変でもう不沈感のような巨大なジャンルと思ってたのが最近そこにちょっとずつ穴が開け始めてマルホンさんの一件があったり奥村さんがあったりそれがいよいよ旧三大カーと言われた新さんにも発及したということでございやっぱねあのねパチンコメーカーが潰れるなんて 15年前思いもよらなかったことですからまあ潰れないだろうって潰れるわけがないって思ってたもんが。うん こうやってバタバタ潰れていくのを見るとね、うん、やっぱ本当大変やなーって。大変っすよね。うん、我々も本当楽じゃないわーって。でもね、それかと昔どんだけ儲かってたんだって話にもなるよね、うんうんうん。濡れてに泡だったんじゃないですか。そう。<当>だから我々はまあ90年前半から中盤にかけてねパチプロをやっていて、うんええ、まあ今のパチプロの人からすると暗ライムになんないぐらい楽にお金を稼いだ時代があったじゃないですか。うんええ 我々ね今のパチプロと比べ物にならないぐらい楽してお金儲けてましたそれでもそれよりも前からやっとった業界に売るともっと多分濡れてに泡の状態っていうのがあったりもしたんでそれがどん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 苦しくなって普通の商売みたいになってきてるわけでそうなってくるとやっぱ近代化とか合理化とか本当に普通の企業の その生き残り策みたいなことをしっかりやれていかないとやっぱ持たない時代に入ってきてるっていうことなんでしょうね。なああま 言葉がががななないいいっうううかねままああししょょよ僕らはじゃあ「お前が悲しいな残念だ」っったら「お前じゃ百100億ぐらい入れてやれ」って言われた時「できません」ってなるわけですよね。ですできないんだったら「しょうがないですよね」でもこれも時代ってけるしかないし実際じゃあ「お前が真の代出るたびにずっとずっと毎回打ってりゃこんなことなってないでしょ」って言って「打ってもないし」っていうことですよね。でね。もねいやまあおっしゃるその通りなんだけどやっぱねパチンコ文化として考えた場合まあそのメーカーサイドがどう考えたら わかんないですけどあのやっぱ90年前後に出たやっぱ傑作の台の数々は何らかの形でやっぱ残しておくべきだと<ー>博物館的なものをね<や>ちゃんとううまあ民間のゲームセンターでも残ってるんだったらいいんですけどねだからあの、うん、パチンコメーカーの団体である日光さんはねあのすごいあの台をしっかり保存されてると聞くんであ仮面メーカーの台を。 やっぱ何十年分もストックしちゃうんだってそれそれ出せよって思うんゃん、ね、やずっとずっとわれわれメズボロルにも言うてきたことじゃないですかそ,うそれを展示してですよ、うん、あのメーカーさんでお金を出しちゃえじゃあクラファンでもいいわ意識的に残すっていう行動を取っていいよいすだってなんでかっていうとその西人の羽物の傑作軍たちって、うん、今のパチンコと似ても似つかないもんだから、うん、まるで別物やと言ってもいいぐらいですよ こう時間のこう流れが違うからね、お金の流れも違うし、ね。まあまあ、もちろん状況は、いろいろ違うんですよ、2.5円だったし、打ち止め制だったしとか、いろいろあるんですけど、<う>まあ、本当。そう だからねこういうえー、っていうニュースしかもよくない方向へっていうニュースって今後まあどんどん多分増えていくわけですよ、うんね、だって有名店舗がどんどんやっぱ廃業したり見売りしたりも,、ね、もう燃え尽きのようにあるわけじゃメーカーだって西陣これで最後じゃないですからどこが行くか分からへんっていうそうだからまあ西陣ブランドとしてはらく残るんでしょうけど今の形ではそらくなくなるということで、うん、まあこれも時代の変わり目なんですが、うん、えそれをね悲しいなんとかしてよじゃなくて人ごと事じゃなくて。うん 自分らもかできないかなっていう多分ユーザーもそういうに考えていかないといけない時代になってきてるんですよだから負けてあげてくださいだから結局パチンコ愛が問われるみたいなそういうこと負けても打つか負けても打つのが本当のファン負けても打ってあげないと負けなくなるからねそうですよたくさん負けなくてもいいちょうどよく負けてくれればいいんでそういう時代入ってきたんで。 愛のある方何々好きと自称する方は本当に負けてあげてください勝たなきゃいけないようなパチンコしかやらないそれは愛はないですからねまあまあということでまあこれがね確定事故でも何でもないあくまでもこんな感じでうですに「ヤングチャンネル」の方が、また3人でやる時かもわからへんけど改めてお伝えしたいなと思ってますが今回緊急速報というかそういう感じで報道に注目しいてくださいそうですね出てくると思いますからということでございました今回この辺で でございます。ご視聴ありがとうございました。した失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。